ポーグランドの皆さん、こんばんは、高野純一です。こんばんは、熊谷奈美です。さあ、今週は話題のミュージカル、インザハイツを紹介したいと思います。この舞台、ニューヨークに暮らす移民の人々がたくましく生きる姿をヒップホップとラテンのリズムに乗せて歌うというね、ミュージカルなんですよ。ミュージカルでラテンとかヒップホップっていうのは、うん、斬新ですよね。でしょ、はい、面白そうでしょ、うん、他にもね、見どころがたくさんあるそうなんで、詳しくはこの舞台の主演の松下優也さんにインタビューしてまいりたいと思います、はい、その前にまずはこちらをご覧ください。トニー賞、グラミー賞受賞、ブロードウェイで話題のミュージカル、インザハイツ大阪初上陸。出演は松下優也、マイクロ、梅田彩香、大塚千尋ほか。舞台はニューヨーク、ワシントンハイツに住む人々の夢と希望、恋と笑いと涙の物語をサルサやヒップホップに乗せて軽快にお送りします。4月25日から27日、森の宮ピロティホール、お見逃しなく。ブロードウェイミュージカル、インザハイツ、ついに始動。今回は主演を務める松下優也さんをゲストに迎え、この作品の見どころをたっぷりと語っていただきます。松下さん、神戸なんですよね。出身は、はい、兵庫の方なんで。あ、はい、おかえりなさいませ。おかえりなさいませ、ね、久しぶりの大阪でも。あ、そうですか。本当に嬉しいです。あ、そうなんですか、はい、え、あんまりこう神戸弁じゃないですね。なんかやっぱり敬語とか使ったりとか、やっぱどうしても仕事でいるとなんか関西弁に聞こえない時が多いらしくて、もう全然関西人。今回の舞台、これご出演が決まった時ってどんな心境でした？そうですね、まあ今までミュージカルとかはやらせても普通に嬉しかったですね。なんかこうですけど、まあ今回こういうちゃんとけど素直に嬉しかったですね、はい、いや、なんでもね、その舞台になっているワシントンハイツに1回ぐらいはニューヨーク行けると、そういうなんていうかな、タイムズスクエアとか、ああいう皆さんがイメージするニューヨークとはまた全然違うんですよ。本当に移民の方っていうかが多いし、本当にストレートにアメリカ人っていう方が逆に少なくて、本当にスペイン語がすごい聞こえてくるし、なんかガチャガチャしてます、まあ、僕ら日本人なので、まあ何を大事にするかって、もうもちろんその、まあ、人種的な問題っていうのも実際描かれてるっていうか、人種的なとこでもあるんですよ、実際話の中で、まあ、だからそれをいかにリアリティを持つかっていうのを感じてもらいたいなっていうのはすごい思う。なんかそういう舞台だったりとか、僕の片隅でエネルギッシュに生きるレフテック、マイクロさん、お話を伺いました。思うんですけど、とりあえず作品と音楽に負けないぐらいキャストが賑やかなんです。本当にパワーがあって、もう稽古場のもう初日からもうすごい、もうね、うるさいんですよ。めっちゃうるさいんですけど、はい、でも本当にそれぐらいみんなそれぞれパワーがあって、日本はそうです、マイクロさんと NB さんいて、なんかまあ基本的にやっぱりみんな稽古場なんて、もちろん稽古着に着替えたりするから、まあ、リラックスモードな感じなんですけども、やっぱりなんか華やかな感じがあります。なんかそうですか、はい、でマイクロさんとかは逆に言うと、僕もデフテックとして僕も知ってたんで、あ、ミュージカル出るんとこでは多分、まあ、舞台も初めてなんで、そこまでもしかしたら経験ない方かもしれないんですけども、あんま違和感なくっていうか、はい、まあ、特にマイクロさんとかなんかは割とマイクロさんとそのウスナビっていう役が結構ナチュラルにやってもウスナビに見えてくるっていう、まあ、今の時点でもすでにハマってるなっていう中で、結構まあ歌とまあラップもやったりから嬉しいです。こういう自分が R&B ヒップホップはヒップホップとして別ラインであって、それが共存することってないと思ってたから、すごい嬉しいです。こういう作品で両方、自分も芝居としてもやるし、そういう音楽のジャンル的にもヒップホップだったりも入ってて、はい、歌手である松下さんとラッパーマイクロさんの参加で音楽にも期待が高まるインザハイツ。さらにあのヒップホップ界のカリスマ、クレバさんが歌詞を手掛けたことも話題を呼んでいます。クレバさんもね、もう関わってらっしゃいますし、そうですよね、もちろんね、知ってらっしゃったと思うんですけど、はい、そういう意味でも嬉しさもやっぱ、いや嬉しいですね。やっぱり本当に日本代表するヒップホップアーティストとして活躍されてて、本当に、うん、言葉の力っていうか、なんかそれをすごい感じますし、実際その分かりやすいですし、聴いてる側もラップやのに分かりやすい。ラップって結構やっぱ言葉数も多いし、一気にその
入れる言葉を入れるから結構なんて言ってるか分かんなかったりすることも多いんですけど、クレバさんのやつってすごい聞き取りやすいし分かりやすい歌詞、日本語を大事にしてるリリックっていうか、はい、だからすごい今回バッチリだなって思いましたね、はい、ちょっとだけやってもらうとかね。だから無駄遣いしない、全部ヤムさんよりもリッチマン会社はしないこのテンションな感じで。なるほど。拝見したんですけど、緊張、はい、してました。いや緊張しますよ。あの和気あいあいな感じがすごく良かったな。いやあの和気あいあいな感じに持っていけたからまあなんとかいけましたけど、やっぱり緊張しますね。初めての初披露でしたから。制作発表で初披露した劇中のナンバー96000。果たしてクレバさんの反応は？お前らすげえな。いいと思う。すごいなんか。僕も今見て皆さんが歌ってるのを聞いて、なんかこの舞台はすごいものになるなっていうのを確信しましたので、見どころ聞きどころ満載、インザハイツは4月25日から森の宮ピロティホールにて、ただいまチケット特別電話予約を受付中。大阪公演に関しては、はい、またちょっと特別な気持ちもあるかなとも思うんですけども、はい、どうですか？そうですね、まあ肩の方が共感してもらえるんじゃないかなと思います。結構その人種的なとこでももう結構熱いし、なんかもう一となんかどっか似てる部分ってあるんですよ、まあ、合ってる作品かなと思います。スタンドアップ、ブロードウェイで話題のミュージカルインザハイツ大阪初上陸、舞台はニューヨーク。まあ今回初のめちゃくちゃ素晴らしくてですね、まあそれに負けないキャストも今もうがっつり稽古してますので、もう本当に大阪の方には見てもらって、まあ音楽を感じてもらって、そしてまあニューヨークの空気感も感じてもらいながら、なんかいろいろ笑ってもらえたりとか、あのすごい笑いも多い作品を我々もいただきに行きたいと思います。はい、お願いします。ミュージカルインザハイツは4月25日から27日まで森の宮ピロティホールで上演されます。ぜひ足を運びください。今日は主演の松下優也さんにお話を聞きました。ありがとうございました。